えー、おはようございます。7月27日、水曜日の朝6時の相場解説になります。今日は4時間と1時間だけ見ていきますね。まず4時間なんですけども、そこを打ったところがこちらです。135円の556マークしといてよかったなっていうところですけども、そこからですね、このようなチャンネルラインができております。まあ場合によっては三角形に見えなくもないんですが、まあ主には右肩上がりが 回復してきたかなということです。そして137円の水準に、まあ注目ということで昨日はお話ししたと思いますけども、136円の849、まもなく137円の水準に入ります。137円の水準というと、大まかに137円マイナス10、10ピップスですね。つまりは136円の900から137円のプラス20ピップス。つまりは137円の200。このあたり、 のこととを指してていいると思ってくださいこの辺りですねですのでもう間もなくですよ今日中にはその水準に達するんではないですかでこのゾーンに入ったら倍でエントリーをすることをやっと考えるようになるつまりはエントリーポイントを探すっていうレベルに来るわけですよ全体的にテクニカルとしては図形は特にねありません4時間ではまあけど今みたいにテクニカルの方向で1時間見ましょうか1時間ちょっと見てお話しましょう 緩やかにですけどもね緩やかにだけども右肩上がりになってきてるわけじゃないですかそしてここで二重底ねダブルボトムを描いてそっからは要線ばっかりが出てるわけじゃないですかこれね要線ばっかりがでこれは大きいですよ、うん、でえー、とここも要線ばっかりだったわけですけどもこの天井を抜いてるわけですよね今ね もうちょっとシビアに見ても甘めに見ても136円765っていうのを割って上の方に行ってるわけですよ。で、もうすぐ137円の水準にぶち当たりますんでバイでドエントリーする倍でのエントリーがちょっと見えてくるかなっていうところですね。で、もう一つ気になるところはここなんですよ。 ここを横に引っ張って切り板のところで見ると137円の085でしょですので私のエントリーポイントはここに設定しようかなと思います137円の085あたりですここまで達したら倍でエントリーしてもよかろうかなという風にして、えー、今日と今週残りを見ていこうかと思いますそれでは本日の放送以上ですまたあのオリガルヒの方は追加しますんでご注目あちなみに昨日 Q&A の17、18を更新してますのでそちらの方もご覧ください